一発で敵が全部消し飛ぶんじゃないかなって思うんだけど。死ぬ。え？無駄にレベルを上げすぎると死ぬ。燃費的な意味で。燃費っていうと消費 TP のこと？そう、魔法に限ったことじゃなく、スキルのレベルを上げるにつれて消費 TP も上昇するから。自分のレベルや最大 TP、 あとはパーティー構成とかと相談しながら上げないと困ったことになるから注意な。なる。確かにパーティーにメイドさんとかがいれば、多少は TP 消費が激しくてもなんとかなりそうだもんね。うちのパーティーにはいないけど、っていうか実質ソロだけど。その点パッシブスキルは純粋にメリットだけが享受できてお得感あるよな。だから俺はスキルレベル上昇にデメリットがあるやつはレベル1で止めといて、パッシブから重点的に上げる派だよ。長いよ。じゃあ TP に余裕があればスキルレベル上げてもいいってことかな。ところがどっこい、他にもレベルが上がることによって不利になる要素があるのさ。え？どういうこと？魔法のレベルが高い方がダメージをいっぱい与えられて強いんじゃないの？確かに威力は上がる。上がるが、栄翔時間が同じままだとは言っていない。栄翔時間？え？魔法のレベル上げると栄翔時間も長くなっちゃうの？エグザクトリー、その通りでございます。あとさっき敵全部消し飛ばすって言ってたけど、ファイアブラストは敵一列が対象だから全部は消し飛ばないけん。あれれ、おかしいな。確か敵全体対象だったような気がしてたんだけどな。それ気のせい。1万年と2000年前から敵一列対象だったよ。そっか、なんか勘違いしてた。で、そんなことより魔法のレベル上げると栄翔時間長くなっちゃうの？そんなの詐欺じゃん。ひどい。ひどくないの。強い魔法が栄翔長いのなんて常識じゃん。よく考えてみ。ただバカって言うより、君は本当にバカだなって言った方がムカつくじゃん。そういう理屈だよ。その例えは全然分かりやすくないと思う。うん、ただバカって言うより、本当にバカって言った方が燃えるだろ。その例えはなんか意味が違うと思う。とにかく強い魔法には時間がいっぱいかかるもんなんだよ。そっか。殴られると栄翔が止まっちゃうし、困ったな。どうしよう。じゃあステータスのイントを上げてみたらどうかな。インテリジェンス、つまりは知性な。イントが上昇するとなんと栄翔速度も上昇するのだよ。頭が良くなると栄翔時間が短くなるの？ほら、話を短く簡潔に伝えられる方が頭いいって言うじゃん。そういうことだよ。わかるような、わからないような。ちなみにイントで栄翔時間が変わるのは攻撃魔法に多いな。ん？というとイント以外に栄翔速度が依存する魔法もあるってこと？ご名答。回復魔法とかはレス依存だよ。レスは他にもヒールとかの回復量とか魔法防御力に影響してたりするんだ。敵に使う魔法はイント、味方に使う魔法はレスって覚えておけばいいかな。なるほど。結構ややこしいね。さらに言うとアジとかに依存する魔法もあるんだ。ま、これはすごく特殊なパターンだけどな。なんか脳がぐるぐるしてきた。さらにさらに、ストレイソンの肉体言語魔法とかもあるよ。また増えた。そんな魔法もあるの？いや、ないけど。そもそもストレとかいうステータスないし。ないの？もういろいろいっぺんに言うから、ただでさえ
るのは何なのよ。ますますわけわかんなくなるでしょ。ちょっと言ってみたかっただけなんだ。反省はしない。これからも嘘をつく。そんな風に開き直られても立ち悪いわね。いやさ、嘘の一つや二つ許してくれよ。そうでもしないと説明する時のネタがないんだよ。普通に喋ればいいのに。同じネタを違う角度から説明するの大変なんだぞ。何度も同じ説明させるなっての。次とかどうすんだよ。いや、このことを説明されるのは初めてなんだけど。当たり前だろ。こないだ会ったばっかりだ。今回もたくさんいいもの仕入れてるんだよ。ほらほら見てって。なんか買って誰が欲しい？偶然か？お前、獣人グッズを売り歩いてるんだから、ここで会うのは当然っちゃ当然。いや、待て。何？お前、この仕事始めて何年だ？その前は何してた？トレジャーハンターって知ってるかな？冒険しながらね、いろんなお宝をゲットするお仕事だよ。お前か！獣人に弱みでも握られてるのか？それともまさか洗脳？あのガラクタをあんな熱心に売り込むわけないもんな。だから何の話？お前が獣人の手下にされてコキ使われてるって話だよ。コキ使われてなんかないよ。獣人たちとはお友達だし、私は獣人が。あら、なになに？あたたちうちのスフレに何かご用？お前がスフレの雇い主か？そうザース。あたくしがペギー商会の女将、ペギーママザース。この女は創作願いが出てる冒険者だ。俺には発見者としてギルドに連れて帰る義務がある。悪いが少し貸してもらうぞ。冗談じゃないザースよ。スフレはうちの便利な労働力、もとい大事な家族のようなものざす。お前、今便利な労働力って言っただろ。たく、ほらスフレ行くぞ。いやいやいや、やだよ。お前な、コキ使われてる自覚を持てよ。俺じゃマジで奴隷じゃねえか。奴隷じゃないよ。私は獣人が好きなんだもん。つってもこのまま放っとくわけには。無理やり連れて行くなら、あんたそれは誘拐ザースよ。誰か誰か、ここに獣さらいか。何事件だ事件だ。
げそんなものか闇に帰れまだまだやめて私に任せてそりゃなんとか倒せたみたいだなベアードさん人間相手に情けないよくもベアードさんをいじめたなあちょっと待てお前とやる気は気が多い何だまだまだだな。話してよ。悪い。でもこうでもしないとまたバトっちまうだろ。それはそうだよ。だって私は獣人たちを守らなきゃいけないもん。だけどもしもその獣人が人間の敵だったらどうする？その根拠は？だってあんなに手触りいいんだよ。それにあんなにコロッとして可愛い生き物他にいないもん。いやいくらでもいるだろう。犬とか猫とかハムスターとか。フォルムが全然違うじゃん。とにかくだな。ダメだっすよ。あれ？
縛って広場に連れてくる。それからそうさな、焚き火を用意しておけ。やじゃ。ぶりになる前に質問に答え。なんでこのホラムシャハルの里に来た。一体何を企んでる。企んでるのはそっちじゃないのか。何だと。この里ではギリメカラという邪神を守り神として奉っていると聞いたが本当か。邪神ギリメカラ。それは勝手に人間たちが言ってることだ。女は白い象の神アイラーマだ。俺たちの祖先、大切な祭神だ。だがこの付近の魔物たちは明らかに凶暴化している。誰か操っている奴がいるはずだ。魔物には俺たちも手を焼いてる。その魔物たちの凶暴化がそのギリメカラって奴のせいかもしれないんだ。目からじゃない、アイラーバタだ。おっと、悪い。ボス、この人たち、そんなに悪い人じゃないよ。あの話、しちゃおうよ。あのね、少し前から、アイちゃんの様子が変なんだ。暴れ始めたのもその頃からだし、何かあったんじゃないかってみんな心配して、だからこんなにブリードたちのこと警戒してたんだよ。アイラーマとのことは俺たちみんなはアイちゃんって呼んで大事に大事に祀ってた。アイちゃんはこの里の平和を守る優しい祭神だった。だけど今は里の平和を乱してる。アイちゃん、前は真っ白だったのに最近なんだか色黒になってきちまいましたしね。一時的にでいい。アイラーバタを封印させてくれないか。あらららら、あんたたち実は結構いい人だっす。里が元通り平和になるならそれ以上の幸せはないざっすよ。何しろこの調子じゃ商売もろくにできないざすし。もしなら一丁頼んでみるか。お前ら縄を解いてやれ。ラジャー。アイちゃんはこの里の奥に。近づくと襲いかかってくるから用心してかかれよ。